分です。今は皆野駅にいます。ここから八部山を目指し、皆野アルプスを歩いていきたいと思います。鉄道娘。かわいいですね。皆野駅の駅舎の中は、このようなレトロな感じでかわいいです。それでは出発します。こちら、皆野橋を今渡ってます。荒川が流れてるんですよね。あちらに見えてるのがこれから登る八部山です。初めて登るので楽しみです。あちらに八部山登山口の駐車場があるところまで来ました。こちらは八部山のコースの案内が載ってますね。これから私はこの皆野アルプスのコースで歩いていこうと思ってます。たくさんのコースがあっていいですね。こちら、八部山大淵登山口の方に行きたいと思います。大淵登山口まで来ました。ここから皆野アルプス歩いていこうかと思います。それでは頑張って登っていきましょう。登山者の皆様へご協力をお願いします。あ、ミーナちゃんですね。現在は3198なんで、私が押して3199ですね。じゃあ押します。3199。今日はうちのおじさんの足がだいぶ良くなったので、リハビリ参考ということで八部山に別々のルートで登ってるという感じですね。あー、でもこちらの山初めて登るんですけど、とっても気持ちいい。あ、あれはあちらに山見えてますけど、宝登山かな。あれそこそこなアップダウンを繰り返して、今こちら登るんですけれども、こちら登ったら前原山ですかね。どうなんだろう。前原山347メートルです。イエイ。こちらからは少し眺望が見えますね。あとはちょっと木々に木々に囲まれてます。それでは前原山出発していこうと思います。ふう、風がひゅーと、やっぱこの時期風吹くと寒い。今日は来る途中に皆野町にある山崎ショップよろず屋さんで味噌ポテト買ったんですよね。秩父の味噌ポテトに元祖があると聞いたので、そちらのよろず屋さんが元祖らしいんですよ。秘伝の味噌だれらしくて、今から食べるのが楽しみです。あちら私の大好きな武甲さんです。雪でストライプになってます。かっこいいなぁ。こちらはね、皆野アルプスなんでね、アップダウンを繰り返しながらなんですよね。また下がってまた上がるんですね。ふぅ、疲れてた。こちらも眺望が絶景。こんなにね、秩父の山を見ながら歩くなんて最高。
それでは先に進まないと。前原岩稜に着きました。やはりこちらは前原岩稜というだけあって岩稜帯なんですね。どんどん今下ってる最中です。三ツ又ピークに来ました。コースこっち、こっちに向かいます。こちらグニョングニョンの木ですね。グニョン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 、すごい面白い。どうしてこういうことになっちゃったんだろう。コースコースこっちってなってますけど、私はあっちに行きます。ハップさん見えてます。あちらですね。頑張ってあそこまで行かなきゃ。こちら南太陽神ですね。こちらの方向だと日光の南太山ということなんですかね。こちらからちょっと拝ませてもらいます。これより山口の道と書いてありますね。ここまでは山口じゃなくてもダメですよ。結構険しかったです。登山口じゃないと、こっからじゃなくてももっと前から山口の道でもいいかと思うんですけど、ね、どうなんですかね。分岐のところまで来ましたね。それではあともうちょっとですね。一踏ん張りです。ハップさんは 1.1km、 サル岩は 600m ですね。こちらがサル岩です。ここでタッチしとこう。サル岩です。こちらから眺望とてもいいようなんですけれどもね、一人で登って転んだりしても危ないですし、危険なことはしないです。これ怖いもんだって。怖いですね。私絶対登らない。さるいは登れるとこまでちょっと登ってみましたが、やはり一人で転んだら怖いので、ここで終了します。なんか猿岩を見てたら登りたくなっちゃったんで登ってみたんですけど、やはり途中でやめました。頂上めがけて、おじさんも来てるかもしれないですもんね。息が残ってます、うん、でも歩くところにはもう皆さん歩かれてるんで、ほぼまあ、ちょこっと登ってるか。うお雪おじさんいるのかな、よくわかんないや。おじさんいるんだ。大丈夫何が大丈夫？こけない。他の人なのに猿は行ってなかった？荷物はデポして登ってる人の方が多いみたい。あと逆は鎖場あるけど、多分あの逆は行けるよ。うん。ただ最後の最後にアイスバーンの橋がある。ハップさん。626.5m です。イエーイ。三角点立ち、二足立ったよろず屋さん、あとこれこれと武甲さん、武甲さん味噌ポテト、武甲さんと味噌ポテト、うん、そんな面白くない、ね、面白くないの。よい、
両神さんとおじさん武甲さん、それじゃあ出発します。ふだたて峠到着です。ふだたて峠、武蔵展望台。ああ、綺麗。大前山、653メートルです。イェイ。南のアルプスは、いいですね。ずっと武甲山が見れます。今は、天狗山、目指してます。天狗山、お天狗様、到着しました。663メートルです。分散ひいひいながら頑張ってます。今日は南野駅から南野アルプス歩いてきました。秩父の山々を見ながら登山ができて、とてもいい参考できたね。おじさんもリハビリ登山ができて、よかったと思います。もうすぐゴールでーす。そして、ラスボス、登場ですね。ここがある意味、今回の登山で一番危険な箇所かもしれません。気をつけて通りたいと思います。骨危ないけど、ゆっくり。華厳の滝、登山口まで降りてきました。あとはこの怖い凍ってる橋を渡るのみです。頑張って歩きます。それでは最後に秩父華厳の滝見ていきたいと思います。すごい、あ、立派、大きな滝だな。すごい、華厳の滝秩父、へー、すごい綺麗、お水も綺麗、あ、かっこいいです。